私たちのエールよ届け。いつも遠くで聞いていた、いつも遠くから見つめていた、その走る後ろ姿に汚れたユニフォーム、滴る汗にその涙も、この夏私たちも選手にエールを届けます。皆さんの感性であるとか、それからデザイン、メッセージをうちわであるとかのぼりに形作ってもらえたらな。私たちは真っ白なキャンバスにペンを走らせました。あ、自分にしかできない応援方法だし、みんなは上手くなりたいとか、そういう志は一緒だから、一緒に頑張るみたいな、同じ高校生として。美術部と運動部のその架け橋になればいいなと思って。いつも遠くから見ていたその光景が、いつも遠くで聞いていたその音が、一つのデザインとして浮かび上がっていく。みんなの熱とか汗とか爽やかな感じ、青春。私たちだって選手の背中を押すことができる。仲間がそのデザインが選ばれて、その本当に形になって目にした時に、そういう風なデザインとかで関われるのはすごく嬉しかったです。いつも聞いていたあの音、いつも見ていたあの光景が、私たちのみんなのエールが選手に届きますように。私たちでも背中を押すことができるんだなっていうのが分かって嬉しいです。エールとともに、ポカリスエット。